何？ファイアフライ？しろ！あの人たち誰なの？こっちに来ないで！ジョエル、腕を貸して。もう大丈夫さ。ジョエル、ジョエル、まずい、ジョエル、ほら、ねえ、起きてよ。どうすればいいの？お願い、起きてよ、ジョエル。お尻打っちゃった。なんなの？噛まれたかと思った。ウケる。びっくりしたでしょ。何、殺すつもり？だっていつぶり？思い出せもしないよ。45日ぶり。まあもう46日か。何してたか知りたくない？今までずっと死んだと思ってただろうね。これ見て。嘘でしょ。まだ一人なの？私なんか3年間リズの下だったよ。あの臭い女の。ファイアフライなんだね。まだ張ってたんだ。え、何してんの？ファイアフライがいるってバレたらまずいでしょ。大丈夫。この声に兵士はいなかった。はい、おめでとう。ねえ、怒ってない？怒ってない？私が急に消えたから。あんたには説明しないとだね。まずはここでよ、話はその後。こんな時間だよ、朝一で訓練がある。覚えてる？ファイアフライを殺す訓練。いいから服着て、行くよ。私ってほんとバカ。今までヤバかったことなんかないでしょ。やばい、なんかあるでしょ。いい、体を横にするよ。ひどい。ゾーヌーマの探すからね。タコ、見張ってて。すぐ戻るから。絶対。
どこに行ったらいいかな。ウェストン薬局、なんかありそう。置いてったの？ったく。なんかない？ないか。だよね、全部盗まれてる。薬剤師か。そいつが何か持ってるかも。入ればいいの？右に35、左に30、右に31。開いちゃった。うわ、キモ。やだな。頼むから生き返んないで。ないな。どこだろう。あった、鍵だ。よし、違うわ。ビビった。脅かさないでよ。よし、鍵、薬局、やってみよう。Ah!
からだ。軍のヘリコプターだ。あそこにあるかも。糸はないか。まあこれは使える。早く、こっち。危ない、ギリギリだった。早かったね、えらい。ありがとう。じゃあ来て、行くよ。で、どうやって見つけたの？ファイヤーフライのこと？そう。あんたが噛みついて銃を奪った男いたでしょ？覚えてる。トレバーっていうの、彼。まあ、通りを歩いてるのが見えたから後をつけたんだ。でも路地に入ったところで他の奴らが待ち伏せしてて、マーリンのいるアジトに連れてかれた。怖くなかった？そりゃ怖かったよ。今度こそマーリンに撃たれると思った。でもこう言われたの。遅かったじゃないって。来るって分かってたんだ。それで仲間にしてくれたってわけ。まあそんなとこ。殺されかけたのはテストだったってわけ。私の覚悟を試したの。光を見つけちゃった？あらごめんなさい、別に侮辱したんじゃないの。じゃあ今はこれを信じてるの？ともかくもう兵士じゃないんだ。30日なんて意味ない。感染者は増えてってるんだよ、奴らは隠してるから。たくさん感染者を見た。やばい、隠れて。ごめん、今は用心しなくちゃ。滑りやすいよ。私も
ファイアフライ入ろうかな。エリン、私もマーリンに頼んだんだけど、あんたには安全な学校にいてほしいんだって。本当は会うなって言われたの。どういうこと？あんたをトラブルに巻き込むから。ねえ、初めて来た時覚えてる？ここで何するつもり？サプライズがあるんだ。何？まさか恐竜かもね。恐竜なら仲直りしてもいいよ。だから我慢しなって。そういえば取り返せたんだ。水鉄砲？マジで？あのバカ誤長が返してくれたっていうの？まさか事務所に忍び込んだんだ。一瞬本当に取り返したんだよ。けど奴に見つかっちゃった？その通り見つかっちゃった。でどうなった？2週間掃除やらされた。しかもトイレ。うわエリー、もう諦めた方がいいって。絶対取り返せない。取り返してみせるよ。ウィンストンが死ぬなんてね。知ってたの？うん。なんでか知ってる？心臓発作かなんかで馬から落ちたって。私はそう聞いたよ。そうなんだ。まあ今時殺されずに死ぬなんて珍しいよね。他にはいないんじゃない？その通り。何か残ってるかな？ちょっと。だったんだね。あった。飲まない？うん、ビールじゃないからね。さて。何これ。あ、最悪。言ったでしょ。じゃあね、ウィンストン。強いね。行こう。あの馬はどこ？多分ウィンストンが死んだから連れてかれたんだ。かわいそうだよ。きっと怯えてるよね。エリ、これ手伝って。ここ倒れたかな。潰されそうな気がする。大丈夫。先に行く。あのさ、他の道探すってのはどう？素敵。ねえライリー、あんたを持ち上げるから中から鍵を開けてきて。いいよ。ライリー、今日2回目だよ。
こんなとこがあるなんて知らなかった。ねえ、あんたにぴったりのマスクがある。ライリー、ぴったり。見てよ。何それ、狼男つけて。最高、活かしてる。吠えて。わお、エリー本気？ちゃんと吠えて。わお。そう来なくちゃ。あと何があるか見てみようよ。うわあ、こんなにたくさんある。見て。これ、買う人がいたの？本当に？バカみたいだね。あっちのマスクも最高だね。うそ、あたし吸血鬼大好き。我が名はドラキュラ伯爵。違うよ、伯爵夫人。ドラキュラ伯爵夫人。いいね。骸骨があなたの未来をお告げしますか。じゃあ今日死にますか。無言？つまんない。裏を見るんだよ。あ、その可能性はなさそうです。あ、安心。また運転できますか。なぜかそんな気がします。やった。いつかゲームで遊べる日が来ますか。可能性はほぼゼロです。なんだよ骸骨め。この隔離地域から出られますか。まだ定まっていません。可能性はあるってこと。胸は大きくなりますか。精霊は無言です。だと思ったよ。いつか水鉄砲を取り返せますか。精霊がうなずいています。よし、やった。水鉄砲を取り返せるって。そんなのいいよ、ほっとこ。あなたはボケナス。そうであることは確実です。なるほど、これで納得。ライリーはポーカーがド下手だけど上達しますか。聞こえてるんですけど。未来は不確かです。あ、希望はある。うん、もう諦めた。あんたに譲る。
は私くらい面白くなれますか？何言ってんの、私の方が10倍面白いよ。お告げは、それはありえないことだ。だってさ、ちょっと、私じゃない、この骸骨だよ。じゃあ、そんな骸骨はぶっ殺してやる。さすがだな。どうかしら。かわいいよ。あら、ありがとう、ハトさん。おっと、ひらめいちゃった。下の車見える？うん。あんたは赤、あたしは青。レンガをぶつけて、先に窓を全部割った方が勝ちね。本当にやる気？あたし最強だよ。決まり。じゃあ負けた方は一つだけ質問に答えること。何それ、罰ゲームってこと？まあいいよ、やってあげる。よし、どうこなくっちゃ。最低。ドカン！あはー！はっ！二つ目！すごい。やった！ふぅ！一瞬やばいかと思っちゃったよ。はいはい。さて、約束したよね？でしょ？もう、何でも聞いてちょうだい。それじゃあ、また友達に戻るには何がいるの？ああ、宇宙船。真面目に答えて。例えば、ワープエンジンが2つついた大型の宇宙船なんかいいんじゃない？エリー。わかんないよ、今は。このまま続けて。悪くないから。わかった。ついてきて、もうすぐだよ。はっ、はあ、命中。ラストだ。やった、やっぱり私最強。こっちの方が硬かったよ。はいはい、負けは負けだよ。じゃあ質問タイム。怖いな。行くよ。なんで黙って出てったの？そうするしかなかったんだ。エリー、他の人たちにも言ってないけど、私は友達でしょ。違う？そうじゃなくて。来て、見せたいものがあるんだ。こっからはすぐだよ。結局答えてないじゃん。ここで何すんの？気味が悪いんだけど。電気って限られた場所にだけ通じてると思ってたでしょ。違うの。ついてきて。実は電気は街中に通ってる。ブレーカーが落ちてるだけだから、上げてやればいい。うまくいくわけないって。だから言ったでしょ。じゃあモール全体についたの？確かめてみよう。
見たら驚くよ。待て、そのもう分かったよ。あんたが生きててよかった。あんたとまた遊べて嬉しいし、それに本気じゃない。出ていく前に私が言ったこと本気じゃなかったんだ。ライリー、あんた最低。始めたのはそっち。まったく。準備は？バッチリ。嘘でしょ。やばい、凍りそう。何なんだ、私を殺す気？よかった。よし、あった、発電機だ。動かない。入ってない。たくも。どっかにないかな。うくそ、感染者だ。どうだったっけ、ホースを入れて吸い上げるだよね。どうかな、
オッケー。よし、足りそう。動いてよ。調子、前だけを見よう。絶対に大丈夫。水の中に落ちちゃってフライになったりしない。はいはい、聞こえてるよ。
今度はちゃんと見せる。ああ、やった。ああ、さあヘリコプター今行くよ。落ち着けば平気。